皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、ということで本日もですね、ラバちゃんのユーロトラックシミュレーターおすすめモッドをご紹介していきたいと思います。この見慣れた光景、皆さん、このお店あるとこといえば、私今いますのがインドネシアマップになります。はい、新しいインドネシアマップを私発見してしまいましたので、今入れてみたんですけども、まあ、結構クオリティ高いんですよね。はい、最新のモッドとなっております 1.47 対応のものですね。今バンダングというところにいるんですけども、なんでもね、インドネシアのマップなんですけども、こちらスンダマップと言われているマップになっております。はい、でまあ結構ね、あの途中途中でインドネシアマップの面白いところってね、あのデンジャラスロードがあるんですよ。なので今回もちょっとデンジャラスロードがちょこちょこ出てくるというところでね、ちょっとこうアミューズメントパーク的な感じのね、エンターテインメントのあるあのお仕事ができるのかなと思っております。で、あの一つ注意点なんですけども、バスの、ロードとなってるみたいでございます。なので乗客を運ぶあのお仕事が結構あるというところなので、トラックではなくてバスを選んだ方がいいと。で、前ご紹介しましたこちらマルコポーロね、あの復活しておりましたんで、こちらの方、私今早速なんですけども入れてみました。はい、前回の旧型のマルコポーロのところをクリックするとね、関連で多分出てくると思いますんで、そちらから入れてみていただけたらなと思います。はい、では早速なんですけども、こちら進んだマップの方入れ方ご紹介していきたいと思います。ではでは早速。はい、ということで、また概要欄の方にリンク貼っておきますので、踏んでいただけたらなと思います。こちらのですね、マドツさんが開発したという、オフィシャルのホームページの方に来れるようになっておりますので、こちらの方来ていただけると、YouTube の方もねやってらっしゃいますので、ぜひそちらの方もねサブスクライブしていただけたらなと思います。はい、 1.47 と出ておりますね。はい、フィックスされていると、いろんなところがねちょっと足されたりとかしてるみたいでございます。で、これロードオーダーね、ですね、デフが上でベースが下になりますよっていう注意書きですね、こちらね。はい、で、こちら YouTube ねありますんで、ぜひこちらの方もサブスクしていただけたらなと思います。はい、トラックでもやってるんですけど、やっぱバスの方がいいみたいです。インドネシア結構バス多いよね。うん、で、こちらダウンロードボタン下の方の右下にございますんで、クリックしますと、はい、と、こちらの方ですね、一番上の部分になります。下は過去になりますんで、一番上の部分クリックして、こちらダウンロードボタンクリックしていただきますと圧縮始まりますんで、で、圧縮何回か私失敗しましたので、失敗してる時はですね、もしかしたら回線とか時間帯あると思いますんで、あの違う時間帯で圧縮ダウンロードしていただけたらなと思います。私ダウンロードできたんで大丈夫だと思います。はい、ということで、ダウンロード終わりましたらデスクトップの方に持ってきていただいて、こちらの方回答していきます。左クリックの方から回答ですね、回答ソフトちゃんと使ってください。はい、で回答します。はい、で回答しますと、このような感じで、1.47 アップというものが出てきますので、中にですねこちら ZIP ファイルが3つ入っております。はい、で下がプロファイルになってるんですけども、プロファイルは入れなくてもいいと思います。はい、セーブデータですね入っております。で、上の2つベースとデフあるんですけども、こちらはですね回答しないままこのまんま、モッドの方を入れてきます。はい、ドキュメント開いて、ユートラ開いて、モッド開いて、この中に入れていくということになっておりますので、はい、とこの中にこのまま入れていただければなと思います。 ZIP ファイルのまま入れてください。ここにありますね、 ZIP ファイルのまま入れてください。はい、それではスンダ列島に関してなんですけども、スンダはですね地域名だそうです。列島というものがございまして、こちらねよくあるスマトラ、ジャワ、ボルネオ、スラウエシ島および周辺の島からなるインドネシアのブルネイ、マレーシアに属するこちら列島というところの一部ですね、一部のマップということになっております。まあ、スマトラとかね、ジャワ島ってあの前ありましたので、多分スンダっていうマップに関して言うとまた別の部分なんだと思いますね。はい、だから今までご紹介してきたのとまた違うモッドになっているということになっておりますので、はい、まあ、だいぶ綺麗なんですよね、結構このような感じね、コモド国立公園なんてこういう感じの部分ね。
走っていけるということになってるんですよ。めちゃめちゃ綺麗。はい、とそうしました。こちらメイン画面ね、来ました。マップモッドなので新しいプロフィール作っていきます。こちらのプロフィール画面開いたら、新しいプロフィールですね、クリックして、でまあここ分かりやすいように、まあ、済んだだったら済んだって入れてもいいし、こんな感じね。でだってまあ選んで、はい、でここもこんな感じで選んで、でそうしましたらこちらですね、この時点で、モッドマネージャーの方行きます。はい、とそうしましたらこの時点で、ベースとデフを入れますね。はい、でデフが上でベースが下になりますと。でこれ以外にはモッドは最初入れない方がいいです。はい、もし入れるとしたらこちらマネモッドとか、初期に入れるものだけこうやって最後入れる感じで、うん、でこれ以外入れないようにしていただくため、入れないようにしていただくっていうのはですね、やっぱ互換性見ていかなければなりませんので、起動確認の意味を込めて最初は入れないでやっていった方がいいと思います。はい、でそうしましたら変更確認します。はい、とそうしましたらこちらですね、マップモジュールの方が、グレーアウトしなくなりますので、こちら上の方入れて、ね、ジョバーって書いてありますので、こちらの方ね入れていただければなと思います。でそうしましたら変更確認します。はい、とそうしましたらこちら本拠地か、本拠地選択できますので、まあ好きなところ行けるんですけども、まあ端ですね、端選んだ方がいいと思います。でチュートリアルは見ましょうね。はい、とそうしましたらこのような感じで中に入れるようになったと思います。はい、まあこれが起動できてれば大丈夫ということになっております。で隣にあれですね、クイックのトラベ枠ございますけども、やっぱ人を運ぶやつになっていますね。はい、でこの画面来ましたら M ボタンを押していただきまして、こちらマップが開けるかどうかの確認だけしていただければなと思います。で基本的になんですけども、落ちるときはこのマップ画面開いたら落ちます。はい、なのでマップ開けてれば OK ということになっております。はい、でまあデバッグ視点入れてらっしゃる方はちょっとデバッグでね見ていただければなと思いますんで、隣すごいね、ショッピングセンターみたいになってる。はい、ということでまあ見慣れた感じですね。インドネシア多分ね開発陣同じ方々だと思いますので、慣れ親しんだ感じのこちらマップの風景になってるかと思います。はい、まあ途中途中のねやっぱ自然が売りですので、はい、そちらの方楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでまあこちらの方お仕事チュートリアルやって、もっとご自身で入れていただいて、でバス買っていただけたらなと思います。はい、バスのリンクの方もね概要欄の方に貼っておきますので、はい、そちらの方をねクリックして参考にして入れていただけたらなと思います。はい、というわけで本日はですね 1.47 対応の最新のインドネシアモッド、スンダマップですね、ご紹介いたしました。参考になった方ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、まあ、次回ねこちらの方使ってお仕事一本やっていきたいと思いますんで、皆さんそちらの方の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで皆さんまた次のねラバちゃんのユートラおすすめモッド動画でお会いしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。